高浜愛子は、日本将棋連盟所属の女流騎士。女流騎士番号は54。山本信也六段門下。大阪市福島区出身。宿川学院高等学校卒。関西将棋会館の近くで生まれ育ち、小学6年生の時に、天京郷の祖父に、将棋会館道場で将棋の手ほどきを受ける。それから、関西将棋会館の子供スクールに二年ほど通ったが、 一度将棋から離れる。高校一年生の時はテニス部に入部したが、なかなか上達せず、将棋が練習で上達したことを思い出し、テニス部を辞めて高校二年生から本格的に将棋に打ち込む。2003年度後期に女流騎士の育成期間である女流育成会に入会。2009年より女流騎士になるための制度が変わったため、同年4月に、 関西研修会の D1 クラスに移った。研修会入会後は校長で、すぐ研修会 C2 クラスに昇級し、研修会入会から半年も経たないうちに、女流3級資格取得まで、あと2章のチャンスとなった。しかし、そのチャンスを逃すと、スランプに陥り、高級の危機に繰り返し陥るようになって、4回目の高級危機の一番で敗れて高級した。 その後、少しずつ調子を取り戻して C2 クラスに復帰するが年齢制限があって、その頃にはもうあと1年しかない苦しい状況だった。しかし、研修会入会から4年10ヶ月、2014年1月12日に、なんとか C1 クラスに昇級して、29歳で女流3級資格を取得した。資格申請をって4月1日付での女流級が内定し、 2年間で女流二級に昇級すると正式に女流騎士と認定されることとなった。2014年11月、関西から関東に移籍。2015年8月1日、第9期前ナビ女子オープンで予選1回戦で天に勝利し、同日の2回戦で勝てば本戦進出となり、悲願の女流二級になるところだった。しかし、女流育成会時代に何度も対戦した。 E の愛に敗れ、あと一勝のところで、女流二級のチャンスを逃した。2016年2月5日、第43期女流名人戦、予選2回戦で、中村桃子に141手で勝利し、年間期戦と同数の勝ち星を挙げ、31歳で、女流二級への昇級を決めた。この一番に敗れた場合、年齢制限により、研修会に戻れず、引退となるところであった。 シマヒシャアナグマを得意戦法とする。ありがとうございます。